コーラスやっていきたいと思います。今日は久しぶりに来たんですけど頑張っていきたいと思います。今日は首の中に雪が入って寒いんですけどしっかりやっていきます。今日は朝から集中してコーラスでございます。今日はルイキさんです。イエーイ。逆に。はい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 。ボールを3個集めたら勝ちなんです。はい。なるほど。ドラゴンボール。ああ、ドラゴンボール。はい。1。7つのボールを3個集めたらクリアですね。え？ベースボールカードストライクの岡と申します。いつも拝見させてもらって ありがとうございます。それはそれはありがとうございます。いろいろこの辺もたくさんありますよね、はい、その中でこの北広島ボーイズを選んだという理由がきっとあるかと思うんですけど、どんな理由で。僕はちょっと2年前に、はい、大川さんがあのボーイズを特集した時にたまたま見て、そこから YouTube かなんかですか。そうですね。あ、北広特集の2年前。うわ、本当ですか。ありがとうございます。あ、ボーイズリーグがあるんだっていうのを知って、でいざ体験とか来らせてもらったら、はい、やっぱり、まあ、自分の中でもここがいいって感じだったんで、まず最初に子供に連れてきたのも一発目にちょっと、あ、そうですか、はい、僕がちょっと気に入っちゃって。あ、そうですね。ありがとうございます、はい。入ってみてどうでした。間違いなかったですか。保護者の方とか皆さん、あ、はい、よくて、はい、すんなりこう入っていく。なるほどですね。なるほど。何年生ですか、お子さんは。6年生。はいはい。じゃあもう入ってです、はい、入りたですよね。どんなところが良かったんですか。まあ、子供がもう最初の体験に来て、はい、もう帰りの車でもう決めた。ああ、そうですか。もう最初の体験でもみんなに受け入れられたっていうか。ああ、雰囲気が良かったのかな。その時にはお父さんもいらっしゃった。はい、あ、お父さんどんな感じだったの。感じとしては子供たちが生き生きに変身してるっていうのと、それがまず一番だった。